FM 富士、ガールズガールズガールズ、フライングハイ。アップアップガールズ、カッコ2期、ニノアストーキング。FM 富士をお聞きの皆様、こんばんは。私たち、アップアップガールズ、カッコ2期です。高萩千夏です。梶島彩あやです。島崎ゆりやです。FM 富士、ガールズガールズガールズ、フライングハイ。アップアップガールズ、カッコ2期、ニノアストーキング。 今夜が7回目の放送となります。わーすごい、7回。もうそんなか今夜はですね、皆さんからのメールを紹介していきたいと思います。ありがたいメールだ。はい、それでは、北海道に住まいのドラヘビさんからです。はい。こんばんは。こんばんは。皆さんの決まったルーティーン、んんナイトルーティーンありますかお。 番組のおかげで木曜日のナイトルーティーンが増えました<ー>とのことです。あら嬉しい。嬉しいこと書ってくれてるよ。ありがとうございます。嬉しいですが、まあ、前回ね、私のナイトルーティーンが、こう、お洋服のお話。うん、寝る前にお洋服見て、インスタで洋服見て、明日何着ようかなって考えてます、みたいなね、うん、話とかもしてて、ね、しかも、スリープ、ポケモンスリープの話とかだ、<も>していたので、ちょっと、うん ナイトルーティーンみんな何あるんだろうって気になっちゃったな,あ,あ,なる、ね、あるあるえ面白いことあるカジ島面白いこと,面白ことはないです <laughs> すいませんうわ面白いこと先に行かれちゃいそうなんでゆりさ聞いたいいかなやっぱーいちょっとつまんない話し,うしちゃうと、ね、ちょっと,ちょっとオチはやっぱカジさんかな確かにオチじゃないなシマザキは 次の日の朝ごはんを作るっていうのを最近やってますね。えらめっちゃいいね。んか結構朝ごはん食べるの好きなんですよ。朝めっちゃペコペコでいっぱい食べれちゃうので。おなかペコちゃんなので。ペコじゃんペコじゃんなのおいしそうだに。なので前日に最近オートミールにハマっててああいいねおいしいです。昨日は チーズナンを作ってみたんですよ。チーズナン、チーズナン、なんか。ーーオートミールでナンができるのかなって思って、<laughs> うん、この YouTube でレシピ通りにやってたんですけど、見事に失敗しちゃって。あ、えー、失敗したん。んチーズが出てきちゃって。あ、出てきちゃうんだね。そしたらハンバーグみたいになっちゃって。あ、すごい。えー、まあでもハンバーグだと思って。 今朝食べました <laughs> <laughs> 新しいのができました <laughs> なんか試行錯誤しながらいやでもうちもオートメール欲しいなって思ってたんだよねすごいなんかいろんな種類とか、うん、レパートリーやってたら楽しいです、ね、オートメールもそうだしおからパウダーとかも欲しいなって思う、うん、なんかダイエットの、ね、食 ダイエット食品みたいな感じでさ。見味方ですね。ね流行ってるじゃん。だからちょっと気になってはいたんだよね。でもすごいいろんなレパートリーもありますし。そうだね。食が豊かになります。えでもさ、なんか寝る前の料理って楽しくない楽しいです。明日食べれるの楽しみってなって寝れるじゃんそうなんですよ。明日の楽しみが増えるっていう。ねわかる。作り置きっていいよね。ねしっかりしたナイトルーティンでしたね。待って。しっかりしたナイトルーティンになっちゃうよ。ああ。 うちもしっかりしたナイトルーティーしっかりした面白っ面白くないってよえいつも食べてるよねそう私ねカルシウム不足なんですよめっちゃ牛乳が嫌いなんでだからね買ってんのよグミで体内に入れるのでもうちもサプリ飲むよ夜あだカルシウムの人っているカルシウムも飲むカルシウムとあとなんだっけ ビタミン。あ、一緒だと、あと、マグネシウム。あ、マグネシウム。マグネシウム,シウム何の効果があるのマグネシウムは、<あ>え、なんだっけお肌系かな。鉄分ですか腸だんであ、腸系なんだ。 あとれコラーゲンも飲むようにしてるおすごい全然うちを上回ってきましたサプリ漬けサプリ漬けサプリ飲みでもグミって美味しいですよねそううちんかお薬飲むことはすごい多いのよお花が悪くお花のねケアとしてちょっとね耳鼻科にかかっていたりするのでそうそうあるからんか飲む系がすごい嫌で食べる系だったら続くかなと思ってもグミサプリ3年ぐらいってんですかね毎日定期購入できますよ ユーハ味覚糖から。ピーポーンいいね。プロですね。ビタミンとカルシウム取ってます。<ー>はい。骨強いかもしれません。しっかりしたナイトルーティーンでした。そう、面白いことがなかったですね。めちゃちゃあるかな。あ、私最近ナイトルーティーンあったわ。<ん>えっと。寝る前。寝る前何個かやるんだけど。最近はネットフリックスの x。x ック じゃないツイッターの新しいいやつ。ろいろつられた間違えた違う炎上だった炎上っていうなんかああのま復習していくみたいなお話があるんだけどそれを毎日夜一話見て寝るようにしてなんか面白いですか面白い見よっかなそれは見るしかないなもう完結してるんですか。いやえどっわかんない私まだ見てないよまだねそこまで行ってないからわかんないけど楽しみだね。長野芽依さんが出ててへえ 面白,面白いだろうなあ,れ面白いあとはそれ見てあとエアガンなんていうの筋膜なんたらみたいなうん、うん、マッサージのやつあ,るあ,<ー>あれで顔やる 顔なんだ。へえ。なんか、それ、顔でやると結構強いから、普通はやんないんだけど、あ、そうなの大丈夫です。顔、マッサージしてからね。ねぇ、冷めちゃいませんいや、結構気持ちいいんだよね。なんか、そうなんだ。そう、なんか、ご飯食べる時間いつも遅いじゃん。あの、帰る時間遅いと。そう、だから、あの、攻めてもって思って、エアガン、顔にバババ当てて寝ようっていう。そうなんだ。 むくんだら <laughs> そうみんなにむくんでるって言われたから顔がそれはの前のラジオぜひ聞いてください <laughs> <laughs> みんなにむくんでるって言われたから毎日顔にあの強い嫌が電管がかかってってて <laughs> 結<構>むくみ取ろうとしてますん人に言われたことは忘れないタイプだからえ意外なんだけど <laughs> そうだよ いやそうなんだ。言われたこともやられたこともやったことも全部覚えてる。復習に疲れる。頑張る。頑張る。気にしなそうだと思ってた。そんなこと気にしてない素振りするの得意。はあそうなんだ。じゃあ全部覚えてるタイプだ。うん。カジ覚えないの？カジはもっと覚えてると思う。うちからチラつの倍ぐらいにちっこいと思うから。え本当？えタイプ的なだと思う。思い出すよ寝る前に。ああ。全然思い出す。でも。 クセがそれこそナイトルルーティーンだけどういいことを思い出してから寝るようにしてるよそうなんねそういう性格だから書き出したりするえいいことそうこっちの方が大事じゃんあ、もしかしてこっちの方が良かった確かに気になりますよえでも大したことないかなと思ってえ大したことあるよかっノートあるよえみたい良かったことみたいなデスノートやんそれが逆逆いいことの方ね僕の悪いことばっか覚えてるから私だから性格が歪んでたのをすごい気にしててえどどういう悪いこと覚えてるのえ えなんかあの人にこういうこと言われたとか後々思い出してもさ <laughs> 何の解決にもならないじゃんちょっと傷ついちゃった言葉みたとあれ失敗したとか<ー>えなんかそれをでも考えてるからあ、うん、あの楽しいことをか書いてれるってことでしょうそれを考える夜っていうのが無駄じゃん何にも解決にもならないのがすごい嫌で、えー、性格曲がってんなと思ったの、うんうん、だから多分5年前ぐらいからずっとなんか<え>書き出すたた書き出せる日は書き出す素敵ですねなんか3つぐらい一日 あったらいいな、えー、いい日だなっていうことにしてるよ。いね、<laughs> はい、ということでドラヘミさんありがとうございました。<laughs> それでは一曲お届けします。みんなにね、TikTok とかでね、っ踊ってもらえたらいいなと思うこちらの曲です。うん、アップアップガールズカッコ2期で、ハピカムちゃん。改めまして、こんばんは。アップアップガールズカッコ2期の高萩千夏です。梶島あゆです。島崎ゆりやです。 今回は、こちらの企画をしていきましょうクールビューティー、チナツを笑わせろダジャレ選手権わあ、なんだこの企画はクールビューティー。<laughs> 全部が嘘みたい。ちょっと待って、<laughs> なんだこれ。<laughs> 説明させてください。いうん、説明させてください。うん、そうだね。はい。高萩チナツは、ちょっとダジャレに厳しいんですよ。<ー>確かに。 実はなるほどまあダジャレに厳しいプラス笑いに厳しいっていう感じですね誰<だ>、まあ、おかげで周りからはクールビューティー一夏って呼ばれてるんですよいろんなことないですけどね誰か誰 <laughs> みんなに言われるんですメンバーには言われてないんですけどその周りかな、うん、みんなには言われるんですね友達とか、うん、そうなんですねファンの皆さんとかにはよく言われてるなるほどですね だからクールビューティーチナッツとしてまあ私もねゲラで有名だったんだけどですよね最近ねこう笑いすぎてあのー、厳しくなっちゃったあそうな 1> 1回っちゃったんですねそう厳しいんですよあ、ね、怖いなそうだからぜひチナッツ様を笑わせられるダジャレを送っていただきたいという、うん、あそういう企画だったのかはいえ楽しいですね全然さでも普通にしてたら笑うんだけど、うん、ダジャレに厳しいんだよねあそっかあダジャレ限定ってことですね、うん、そう,そうなんなんで嫌いなの 嫌いうん。なんか嫌いじゃないんだよね。うん、好きではあるんだけど、なんか使うタイミングとか、うん、あのネタなるほど。そのダジャレのネタとかがちょっと面白くなかったらシーンってなっちゃう。センス的な話なんですかね？<laughs> そう。そう 7月の好みということでよろしいですかとりあえずねそうだね感じかな私だからとにかく私を笑わせてくださいっあれでもいい素敵な企画だわ笑顔があふれる企画ですね楽しみいいじゃないですかそうだからさダジャ好きですよ好きだよね笑わせるコツとかはないのえいやだから割とスマートな方がなんかさらっとこう今からやりますよとかやるのがいいんだそう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  なるほどね。なんか、決め込んでこう言われちゃうと。 はい、ってなる。ああ、そういうことか。え、それがいいじゃないですか。私も結構好きだけどね。なんか、面白いことしようとしてるんだっていう状況がもう、なんか楽しいじゃないですか。いや、っぱり、ハッピーマンじゃんってなっちゃう。ダメなんだよ。まあ、それ好きっいありますから。そう、だから、配信とかのね、コメントとかで、こう、ダジャレとか送ってこられちゃうと、コメントってさ、スポーンってくるじゃん。あ、そうね。会話じゃないからねそうだから、なんか、コメントとかだと結構、スルーしがち。ああ、そうなの。厳しいんです厳しいだね。 みんなのうまいうまい感じに入れ込んでほしい。確かに今日はそれを見つけていきたいです。いやね今日ね、うん、実はあの呼び込んではなかったんですよ。これやるよなんてもう一言も言ってないんですけど。以前の放送でなんかちょっと。うん 言ったんだよねこのダジャレの話をしたらねダジャレメール来てますすごくないみんな好きだね優しい方がいらっしゃいましたありがとうございますということでちょっとここで試してみようかなと思いますので私がダジャレメールを紹介させていただきたいと思いますラジオネームドナルドゥさんからですちなつの好きな季節はいつうち夏はいどうでしょう難しかった読むの判定していいの判定してもらっていいですか 真顔あれ普通だえ結構私好きなんだけどうち夏って言ってほしいうち夏つって言ってほしいうちなってやってみていけてみてうち聞くわちなの好きな季節いつえうちなつでかい感じで読み方だと思うあそうかこチームプレイだと思うんだよねなるほどねそう。確かに可愛い方です今。可愛いうちいいじゃんあダジャレじゃんとか言ってかったと思う今の歌の読み方だったら真顔 あっ、ダメなんだ。ちょっともう一回っドナルドさん、ごめん、私のせいのかな、性で。もう一回やってみて。もう一回やってみて。うん。地熱の好きなやつあっ、うちつこんな感じいっあいっぱる。やったー。スマートがいいですかスマートがいい。今のだったら、笑顔。やったー。ちょっと会社までかかってますね。そうなんだ。これもう感心しないん任してよ。ドナルドさん、いっぱい送ってきてくれるからね、ドナルドさんドナルドさん。あとね、いっぱいあるから、私まだ読んじゃうドナルドさん、いきます。 にいくら編みにいくら編み物を教えても覚えないんです。こちらとこちら。これは結構スマートに活かしていただいたんですけど。真顔ですね。え、ダメですか。なんか同じようなネタじゃないこれ。ということ。名前あく,くくりみたいになっちゃった。さっきのネタだったってことですか。でもなんか名前って絶対さないじゃん。このようにこのダジャレとして。ま頑張ってみ出してくれたんです。そう頑張って作ってくれたんだなっていう感じ、うん。読み方どうでした。 もうあんま美味しあじゃあドナルドさんちょっとごめんなさい私のせいですでも考えてくれたからなんか別にイラっとかはないけど普通すごいなーっていうまだ言っていいですかじゃあまだリベースさせてくださいいいっすかドナルドさん待ってて私絶対絶対笑顔を取るからいますずるいこのルール島崎ゆりやにゆりあ。お、いいんじゃないどうですか笑顔やった。 <笑>,笑ってくれた違う、なんかね、うん、あの、ちゃんと、の今のネタは、すごく、島崎に合ってた。から、<お> <laughs> 言葉だけじゃなくてその人の特徴もしっかり捉えられてたからうちからしたら混んでただけじゃなくて島崎のことも想像してわあ面しいってなった全然うち関係ないねとりあえずよかったやばい嬉しい参加できたよりなんか無理やり感がなくてすごいスマートだった入れ方がもう一回聞きたいもう一回ゆりちゃん言ってみますじゃあゆりちゃんに読んでもらっていいですか本人にじゃあお借りしますねはい ずるいこのルール、島崎ゆりやに有リやあーい,いいねーやったー <laughs> クルビューティーちのやつが笑ってます笑ってくれ嬉しいいいかもうんかわいいダジャレができましたいいスマートで面白かったなるほどダルドさんいっぱい送ってきてくれたからありがとうなんかねでも全体的にその無理やり入れ込んだ感じがなくてよかった多分楽しく考えてくれただろうねうんうんありがたいわでちょっと島崎もいいですかやってやってえやってくれいけるいちょっと私はこうネットでさっきちょっとパッパって調べちゃって面白そうだなって思ったのいいねいいね やらせていただきたいと思いますちなっちゃんさんアルミ缶の上にあるみかん取ってまにこあ、笑ってくれたえ、私真顔だった感の私がいつも楽しく笑ってる私が真顔だと目あっちゃったからさあ、そっかうちに向けては言ってなかったからうちは真顔あ、悔しいい必死だからさ 笑うしかないアルミ缶に何アルミ缶の上にあるみ缶はいめっちゃ知ってるってなっちゃったまあ定番です。定番のやつってか確かにあ、それ知ってるでも定番のやつ言ってるのがいいじゃないですか確かにあま次次いきますあ、いいんですかすいませんすいませんありがとうございますちなっちゃんさんどうしましょううちの猫が寝込んじゃった待って初めて聞いたええ。猫が寝込んだ

初めて聞いたおお、これ初見だこれ安定はアンティお願いしす。おぉって感じ。一つぶどうぶどう一つぶどうのちょっといい、いい感じ。言いふんでてラップみたいじゃない。あー確かに。やめて、やめて、これ。ぶどう、一つぶどうぶどう、一つぶどうえ、へ、チェケ、ラ、ア、へ、へぶどう

え、どうしよう。あ、じゃあちょっと、あれ変えてみますね。思考を変えて。うん、あのーあ、クイズにしたいと思います。<laughs> あ、いいのクイズ。何のクイズ。クイズ系でいきたいと思います。転んでしまう虫は何答え。テントウムシ。コロン。どういうことどういうことだろう頭いいなぁ。テントウム来た虫。テントウムシだ。うん。なるほどね。あ、でもこれ。 判定判定はだ判定すげーって言う笑ってないよすげーで今口角上がってましたよねすげーのげーででもなんかここまで来られたらさ笑いとかじゃなくないすごいびっくりしたでしょテントンしたってでもこっちの笑いの方が私は好きああ頭いい系だちょっとひねりがあるダシャレの方がハマってるってことですねなるほどね 確かにこれはメールまたいっぱい来ちゃうわ。来ちゃいますね。頭いいね。<laughs> でもさ、こういうさなんか頭がいい人のさネタとかが好きなんだよね私。私もそれは好きです。あの、ね、お笑い芸人さんのネタとかでもちょっとひねりがあるとすごいね。なんかさ <laughs> すごいちょっと。 すごい子供の頃よく見てたのはアンジャッシュさんのネタ。すれ違いネタが結構好きで、あれもさ頭良くなきゃ絶対作れなくない?ですよね。確かに。ね。なんか伏線をつけなきゃいけない。だもんそ,うそうそうそう。だからなんかそういう笑いが好きだから。うん なんか、ストレートに、なんか、布団が吹っ飛んだとか言われたら、うんうんってなる。<laughs> そうそう。そこから来てるんですね。そうそうそう。なんか、単純な笑いじゃ笑いませんっていう。<laughs> なるほど。<laughs> なるほどです。ということで、私、高萩千夏が思わず大爆笑してしまうダジャレを皆さん、たくさん送ってください。よっしゃ。きっとみんなのね、なんか、 あの、寝る前とか意外と、ひらめきがあるかもしれないから、ラジオを聞いた直後にちょっと考えて寝るっていうナイトルーティンを作ってください。わー、楽しみ。<laughs> いいナイトルーティン。はい。ということで、メールアドレスは、uug 数字の2、アットマーク、fmfuji.jp です。もう一度行きます。uug 数字の2、アットマーク、fmfuji.jp でお送りください。 ということで、ここで一曲お届けしたいと思います。にきちゃんのバラエティーに富んだこの曲、大森聖子さんに楽曲を提供していただきました。聴いてください。してるもん FM 富士、ガールズガールズガールズ、フライングハイ、アップアップガールズ、カッコ2期、二の足トーキング、第7回そろそろお別れの時間です。<わ>はい、ということで最後に私たち、アップアップガールズ、カッコ2期からのお知らせです。はい、8月27日、日曜日には、アットジャムエキスポ2023、横浜リーダーで行われるもの、失礼いたします。はい。はいということで、いよいよ夏フェスがもう、 残りわずかになってきて、ううてね、今年も早かったですでもまだこのアットジャムが残ってますよ。ちょっと、はい、ね、どんなライブ毎年さ、結構こうステージ構成だったりとか、ね、めっちゃ考えるもの、ね、考えるじゃない。今年はどんなライブを、しかも今回五人での。 出陣なので、わー楽しみ。一人一人しっかり覚えてもらえる気がするんだよな。ね、確かに。それがすっごい楽しみです。うわあ、うん、距離も近いじゃない。ね<ー>、ハットジャムはさ。 なので、ぜひ、ニキちゃん見つけていただけたら嬉しいですね。うんうん。うん、アットジャムさんはさ、もう、あのー、ライブも楽しいし、うん、後ろのケータリングとかもすごく、そうじゃんは。チョコバンデュー豪華だからさ、食べちゃうよ一日楽しいんじゃうね。ねライブも楽しいから、ファンの皆さんも楽しいし、ね、アイドルのみんなも楽しめる確かイベントになってるので、一日通して、みんなと楽しい。 最後の夏スになるの夏ななかかそうだねもししたら締めくくろうということで、うん、皆さんぜひ遊びに来てくださいその他詳しい情報は「アップアップガールズ」2期の公式サイトや SNS をチェックしてくださいそして番組ではあなたからのメールもお待ちしています私たちへの質問相談番組の感想など気軽に送ってきてくださいメールアドレスは「UUG」数字の2「アットマーク FMFUJI.JP です X など SNS でつぶやいていただく時のハッシュタグは二の足トーキング漢字で二の足カタカナでトーキングでお願いしますはいということでそろそろ番組終了のお時間ですがなんかさ、うん、今回ねダジャレたくさん紹介させてもらったけど、うんうん みんなのなんか、笑いに対する熱が伝わってきて、すごく嬉しかったです。うちらも勉強になったよ。ねりましたね。と、なんか私的にはさ、なんか相談とか送ってもらっもらいたい。いいじゃんお悩み相談とかやりたい。いいじゃんめっちゃいいですね。なんか、絶対めになりますよ。あははは。ちなんはズばズばずばずば。ちなつはズバズバ言ってくるね。ゆりちゃん、慰めてくれそうです。あ、優しい。あみちゃんは一緒に考えてくれそうです。うん。どうしようみたいなね。 ほうちゃんはポジティブにしてくる。ね、確かに。適当なこと言ってそう。<laughs> <laughs> いろいろあるね。面白そう。うん、やってほしいね。いろいろメールもたくさんお待ちしております。うん、ということで、うん、アップアップガールズカッコ2期、二の足トーキング。今夜のお相手は、高萩千夏。梶島しや。島崎ゆりや。私たち、アップアップガールズカッコ2期でした。で,したでは、また来週この時間、二の足トーキングしましょう。バイバイ